どうも、デコボコ投資チャンネル、マリです。松です。本日の動画は投資信託と ETF どっちがいいのです。まあ割と初心者の人って投資信託選びがちだけど、うん、ちょっと勉強すると ETF っていうのも候補に入ってくるので、はい、じゃあまあどちらがいいのかっていうのは確かに、はい、言われたりはしてますよね。はい、そうなんです。なので今回は私が解説をしていきたいと思います。お、じゃあ僕は帰ります。なんで困りますよ。はい、大丈夫ですよ。今のおふざけどうせカットされて投資信託や ETF に興味のある方はぜひこのチャンネルを登録してください。お願いします。お願いします。早速本題にいきましょう。はい、ということで、投資信託と ETF どっちに投資をしたらいいの、この右下悩んでる人いると思うんですけども、うん、この動画を見終わった後にはきっとなるほどって思えると思います、はい、では今日の目次なんですけど、まず投資信託と ETF の簡単な違いについてお話ししたいと思います、うん、そして投資信託に向いている人、ETF に向いている人、それぞれどういう人が向いているのかっていうのを解説します、うん、投資初心者におすすめなのはどっちなのかっていうのも後半でお伝えしますので、ぜひ最後までチェックしてください。はい、で最後にどちらを選ぶか決める際のチェックポイントっていうのもお伝えします。ではまず投資信託と ETF の違いで、そもそも投資信託や ETF っていう解説は別の動画で上げていますので、概要欄からぜひチェックしてください。ここではまず違いをお伝えしていきたいと思います。違い1つ目、上場しているかしていないか。 ETF は上場しています。反面投資信託は上場していません。では上場しているとどんないいことがあるんでしょうか。上場しているとリアルタイムで取引が可能になります、うん、そして指し値注文が可能です。はい、まあ値段を指定して購入するっていう行為ですね、うんうん、株式に近い感じですかね。そうですね、まあ株とほとんど一緒だと思ってもらっていいと思います、うん、はい、違いその2、売買方法が違います。まず取引場所、 ETF は証券会社なんですけども、投資信託は販売会社になります、うん、次に取引価格も違います。 ETF は先ほどもお話ししたようにリアルタイムで変動する市場価格で購入することができます、うん、その反面投資信託は1日1回算出される基準価格をもとに購入することになっていきます。注文方法も違います。 ETF は指し値か成り行きかで注文することが可能です、うん、投資信託は金額を指定したり積み立て注文をすることが可能です、うん、ということで、まあ、ETF の方が柔軟性があるんですよね、うん、では次に違いその3、コストが違います。一般的に投資信託より ETF の方がコストが安いことが多いです。投資信託に向いている人まず見ていきたいと思います、うん、投資をしたことのない人、少額から投資を始めたい人で、投資に時間をかけられない人、積み立て投資をしたい人、分配金を自動で再投資したい人、国の制度積み立て NISA やイデコを活用したい人、こういう方は投資信託が向いています。それぞれ少しずつ詳しく見ていきます。でまず少額から投資を始めたい人なんですけども、投資信託は100円から投資をすることが可能です。その反面 ETF は1株単位での購入になるので、最低でもその1株の値段が必要になってきます、うん、そうですね、はい、まあ、なので気軽に投資しやすいかどうかっていうところで言うと、うん、投資信託の方が投資はしやすい。次に積み立て投資をしたいっていう人はやっぱり投資信託が向いているのかなと思います。投資信託の場合、毎月決まった金額を自動で購入してくれる自動積み立て設定っていうのができるんですけども、 ETF は残念ながらできません。で次に分配金を自動で再投資したい人も投資信託が向いています。 ETF ってその都度分配金が配られちゃうんですよね。そうですね、まあ、厳密に言うとその分配金をもらったのをまた自分で投資するっていう、まあ、要は再投資は別にできるんですけども、うん、まあ、自分でそういうあの購入をしないといけないっていう手間がまず ETF かかるのと、うん、あとは必ず分配金出ちゃうんで ETF は、はい、なのでその都度、税金がかかってしまうっていうところ、うんうん、なので税金をかけずにもう自動で再投資したいっていう人は、うん、投資信託を選んだ方がいいですね。そうですね。でそこはなんか複利の効果発揮できるのは投資信託なのかなと思います、はい、でそして最後に国の制度、積み立てNISAやイデコを活用したい人は投資信託が向いています、はい、と言いますのも、まあ、ETF は基本的に積み立てNISAやイデコを非対応になっています、まあ、一般NISAは対応なんですけども、人気の積み立てNISAイデコでは基本的にできません。そうですね、はい、まあ、厳密に言うと積み立てNISAも7本だけ ETF が投資できるんですけど、うん、まあ、大体ですね、日本の株式市場に連動する指数
まあ、日経平均ですとかトピックスっていうものになるので、まあ、米国株式市場ですとか全世界株式に投資をしたい場合は、うん、そういった ETF はないので、はいはい、基本的には選択はしないかなというふうに思います、はい、では ETF に向いている人はどういう人なのか次に見ていきたいと思います。 ETF に向いている人は投資経験者の人、積極的に投資に関わっていきたい人、より低コストで運用したい人、リアルタイムで取引したい人、まとまった資金のある人、うん、ってことで結構投資中級者上級者向けなのかなと思います。まあ ETF に関してはある程度ですね、その日中に値動きするっていうところで、まあ、売買のタイミングっていうのを自分で決めないといけないんですよね、うんうんうん、まあ、投資信託は毎月この日に投資しますって決めれば勝手に自動でやるんですけど、 ETF に関してはね、値段が動くからこそですね、うん、いつ買ったら安く買えるんだろうっていう若干タイミングを見定めないといけないっていうところで、投資選択ではちょっとこう難易度は高くなってくるなというふうに思います。投資初心者に向いてるのはもうお気づきかもしれませんが、投資選択になりますね。はい、で投資初心者に向いているっていう理由なんですけども、やっぱり少額から始められたり毎月自動で積み立てしてくれたりっていうところは手軽にできるし、うん、もうこっちとしてもほったらかしていいじゃないですか基本的に、うんうん、なので心理的にも安心かなと思うので、うん、投資初心者に向いてるのは投資信託だと私は思います。まあそうですね、まあ、もし投資まだ始めたことないよっていう方がいたとしたら、先ほどの積み立て NISA とか、うん、ああいった制度を利用してまずは投資信託に対してコツコツと、自動で積み立て投資していくっていうのが、まあ、最初の一歩目としては、はいはい、無難な投資手法になるかなと思います、はい、では最後に投資信託と ETF どっちを選ぶべきか投資スタイルで選ぶようにしましょう。でここではチェックポイントをお話ししたいと思います。チェックポイント1、積み立て投資がしたいかどうか、分配金を受け取りたいかどうか、積極的に投資に関わりたいかどうか、ほったらかし投資がしたいのか、リスクはどれぐらい取れるのか、こういったところをチェックポイントとして自分はどっちなんだろうっていうのを知った上で選ぶようにするといいのかなと思います、まあ、ということで、投資信託と ETF っていうのはそれぞれ特徴があるんですよね、うん、なので、ご自身に合う投資商品っていうのは選ぶべきなので、割とですね自動でもうコツコツと時間かけてやりたいと、であまりなんかいろいろと株式市場を見るとかどうこうっていうのはなっていう、うん、まあ割とこう初心者向けの考えを持っている方は投資信託選ぶべきですし、まあ自分で売買タイミングを少し見たいですとか、あとは ETF っていうのはまあ基本的には手数料安いですから、うん、まあコストの安いところに自分の資産を投入したいっていう方ってね、ETF 選ぶなど、うん、まあご自身の状況または目的とか性格に合わせた上でですね、うん、どちらかを選択またはハイブリッド両方選んでもいいと思いますので、はい、割合を決めていくといいのかなと思います。はい。以上が投資信託 ETF どっちがいいのの解説でした。この動画が参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントお待ちしております。お願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。